というわけで、前回に引き続き、映画の感想と考察を話していくぜ。なあなあ、これが実話だったって本当かよ。まあ、まるまる実話ってわけじゃないんだけどな。実話モデルになったカルト教団があったんだ。カルト？さてさて、今回の物語では、意外にも、カルト教団からの脱出を描いたスリラー作品となっていたんだけど、本作を制作した監督、デビッド・マーモー監督は、実在したカルト教団、シナノンに着想を得て、本作を作ったとの話があったんだ。この教団、実在するのか？シナノン、1958年にオハイオ州で結成された宗教団体。グループ規模は約2000人にまで拡大し、主な活動は、依存症に対処するための奇跡の戦略とされていた。依存症に対処？そう。本来の映画作品で描かれる宗教とかカルトの類のものは、大抵メリットの少ない団体として登場するんだけど、今回のベースとなるシナノンは、もともとは、アルコール中毒患者、その後薬物中毒患者のリハビリを行う活動。これを目的として設立された団体であったというから面白いな。そして、決して強制的ではなく、その施設の居心地の良さに、社会に復帰せず団体の作り上げたコミュニティに留まることを選んでしまう、特殊なカルト教団となっていたんだ。オーマイガーなんだぜ。事実本作でも、そのソーシャルアパートメントの住人たちの温かさに触れて、次第に居心地の良さを体感する、主人公サラの姿が大きく描かれていた。シナノンでも、最終的には脱退しようとする者への暴力が問題視されて、社会問題へと発展していったんだ。映画みたいな調教してたのか？シナノンがどんな暴力行為をしていたかについては、調べてもよくわからなかったんだけどな。これまでには他の映画でも、カルトをプロットとして描かれた作品は本当に多くて、有名なサイコスリラー映画、ミッドサマーや、精神病等を題材としたサイコ映画、エスケーピングマッドハウスも、独特な雰囲気をまとった作品となっていたぜ。また、経路は違うが、レベル16監禁された少女たち、も、カルト臭をよく匂わせる面白い作品だから、ぜひとも見てみてほしい。これはこの間紹介していたよな。佳境に進むにつれて、だんだんとその本質が解き明かされていく物語ではあるけども、真相解明までに、実にたくさんの伏線が入り混じる作品となっていた。あからさまな伏線もあったけどな。ここではそんな伏線の数々を話していくぜ。1、壁の石膏の跡は、状況の跡だった。これは鑑賞者が一番初めに気がつく伏線だろう。あからさまな伏線で、これからの物語の暗転を匂わせている演出となっていたな。跡について質問しなかったサラも怪しすぎるもんな。2、パーティー時、小さな女の子が第一の基本を注意されている。サラが洗脳された時、経典、共同体の力の内容として、四つの基本を説かれるシーンがある。四つの基本？これは本の内容の教えで、無視、心の解放、受容、監視の四つだ。この少女は無視を守らずに注意されたと思われるぜ。なるほど。3、玄関のオートロック、および監視カメラ。映画内だと、これは不審者予防のためだとジェリーから説明されるんだけど、実際は不審者ではなく、住人を監視するためのものだったぜ。4、サラが選ばれた理由。サラが入居するきっかけになった見学会だけど、実にたくさんの人たちの中から、サラは選ばれた。これはあくまでも考察の範疇ではあるんだけど、彼女は見学会の時、新しい人生を歩みたいから、アパートに入居したいと答えている。インドの自分探しの旅な。この教団こそが彼女の求めているものである、とジェリーは考えたのかもな。これは考察はかどるんだぜ。5、配管による騒音の数々。サラが夜中に聞く配管の騒音だけど、これは本物の配管ではなく、録音による音声を意図的にサラに聞かせていた。何のためだったんだ？おそらくその意図は、ストレスによって洗脳にかかりやすくさせるためだろうな。6、ED の名前間違え。パーティーの時、ED がサラの名前を、ジェシカと間違えるんだけど、これは以前の入居者の名前だぜ。このジェシカはガンで亡くなったとされていて、レスターの恋人でもあったんだ。今回だと名前しか出てこないキャラクターだったな。そんで、そのレスターなんだけど、今回の作品の一番の伏線は、本作のキーマンレスターの存在なんだ。最後でいいやつになったんだぜ。彼の存在意義を、時効で考察していくぜ。映画作中一番のキーキャラクターと言ってもいいキャラクター。それが怪しいメガネをかけたレスターだ。彼の存在によって本作は、サイコ感の大幅な上昇。そして映画としての面白さが抽出されていたと言っても過言ではないぜ。キモいけど、最後でイメージまくったからな。そう。物語の前半、そして中盤。彼の気持ち悪さは他の追随を許さないほどに強烈なものとなっていたけど、ラストでそのイメージが覆される。そんで、ラストの描写を見れば、
洗脳されていなかった、とも考えられるよな。さらのこと逃がしちまう描写だな。実は、それらしき伏線が物語の随所に散りばめられているぜ。マジ？まずは物語前半。調教のために、密室に監禁されるサラなんだけど、そんな彼女の前に現れるレスター。彼がメガネを外して、潰された右目を披露することから、彼が教育に、抵抗した証拠であることが伺える。彼もサラと同じ一般人だった証拠だよな。そして決定的なのが、やはり物語の終盤。住人に引きずり込まれるサラを見て、逃げろと突き放す。これを、サラに対する愛だった、と考えることもできるけど、やはり一般論で考えると、洗脳されていなかったと考えるのが妥当だろうよ。洗脳されながらサラを逃がしていたとしたら、めっちゃ理解ある信者だな。まさに、自分が脱出することができなかったことをサラに託すような行為であり、この行動一つで、彼の考えがいくつも分かってくる、大変興味深い行動となっていたんだ。また、彼は物語を通して、一貫してサラを見守っていたようにも見える。物語のところどころに彼の姿があり、それはサラの監視であったのかは定かになっていない。これがキモさの原因なんだけどな。物語の一番最初、共同体の力をサラに渡す描写は、果たして彼女を洗脳するためだったのかな？もしかしたら、彼女を教団から救おうと考えての行動だったのかもしれないぜ。その展開、すげえ。どうだった？なんか、身近に感じちまうリアルなスリラー映画だったんだぜ。カルト教団って怖いんだな。な、これで一人暮らしの怖さがわかったろ？うん。それはそうと、なんでそんな話聞かせてまで止めるんだ？それは、うん。今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。なんなんだよー。